はい、どうも、おはようございます。はい、本日は、津久見島にリベンジに行きたいと思います。はい、ということで、時刻がですね、はい、7月24日日曜日3時42分となっております。はい、行きましょう。リベンジに。まだいが釣れりゃいいよね。いいよね。はい。まあ、ちょっと5時出航だけど、ちょっと、ING にちょっと寄って、ボイルとか、買っていこうと思うんで、ちょっと出発したいと思います。では、後ほど。忘れ物ないよね。ロッドケース持ってるよね。ロッドケース忘れた、言ったことあるからね。ロッドケースあるね。これにちょっと映ってるね。椅子もある。はい、忘れ物ないはずです。はい。では、行きましょう。はい、出航でございまーす。まあ、明るくなってるね。ゴム口のさもなんか撮りよし。撮ってるし。撮られてるし。撮られてるし。はい、時刻が5時2分でございまーす。はーい。こんな感じでね。まあ、ずらずら繋がって、これが一番ケツだね。はい、今日ちょっとね、若干小型。かな、いつもに比べりゃちょっと小型ですね。ということで出航でございます。はい、どうもラウンズフィッシングでございます。はい、やってきました津久見島の横、今日の場所は津久見島から、西側か西側になります。はい、こうやって津久見島があって、向こうが見たとね、向こうから来て、まあ、西側ね、まあ、これ先々週かな、来た時と一緒な感じやね。はい、隣で、まあ、仕掛けを作ってる人もいます。俺も作ってるけど はい、船はね、今日こんだけ、これ全部津久見島観光の船ですね、これ全部。うん、なんかあれだけ船乗ってないけど、多分後から来るのかもしれないね。あれだけね、空ですから。はい、ちょっと見えづらいけど、今日も魚探完備です。34.3、魚はずっと今のところいませんね。10分ぐらい出るけど。さっぱりです。はい、今日のタックルでございます。プロックス。はい、自虐か。はい、今日のタックルでございます。ファイヤーブラッドグレ、デクストラル、去年の秋発売の現行品でございます。プロックスグレデクノボ。まあ、このリールは、C2000 ハイパーオス C2000DXG でございます。で、道糸は、まあ、ここに来たらいつもの、シーガーのフロロマイスターの2号です。はい、浮きが、木桜のディアジーの P の03ですね、今日は。とりあえず潮がほぼまだあんま流れてない、微妙に流れてるけど、まああんま流れてないので、とりあえず03で流していこうかなと思います。まあ魚探にはとりあえず反応がないんで、そこまで入れるっていう手もまあありなんですけど、まあとりあえずこれでやってみようかなと思っております。はい、ハリスは、V ハードの 2.5 号でございます。まあこれをね、1キロ半ぐらいかな、基本全部ハリスなんで、まあ、その長く取る必要はあんまないかな。あの 29.7 魚、水深 29.7、 一旦でかい、いやちっちゃい、少なくとも50センチ。やはり何しようかな。深めやけん、インプラントチン、1年やね、まだにしようか。
はい、ハリーは、オーナーのインプラントマダイの10号でございます。はい、すげえいい匂いする。これそうなの、めっちゃすげえいい匂いする。何このお菓子うわこれなんかすっげえ食いて。ちょっと待って、もう終わるけ、こっちが。はい、ということで、映りました。ではね、やってみましょう。はい、隣ではこんなずるいものを使っておりました。かしこ近いじゃん、かしこかしこじゃなの、かしの粉。ああ、そういうことか。もう賞味期限切れのを使っちょんとか、なんかそんなやろうな。相当、なにこれ、いちごケーキのなんかね。超いい匂いそうそういちごケーキの匂いするんやけど、この匂いはチヌパワー麦を超えたね。超えたな、もう圧倒的やわ。圧倒的にこれ甘いわ。うん、美味しそうやもん。すげえ普通に美味しそうやわ。まあこれはね、前座、うん、主役はこれやっぱこれをこの前入れてなかったわけじゃないかな。これがないとやっぱ釣れんわねそうやな、これか。すごいルナヒサの天然素材のみこれも入れたいと思います。これも入れるんやな。これあんまりいい匂いしないです。それあんまりいい匂いせんな。私が推奨する負けそれこれはもう一袋。え、もう一袋、二袋あるんでね。三袋買った、うん、だって一袋これ 900g しか入ってねえもん。あー、まあ軽いわな。これはね、量よりもキラキラをちょっと、あー、キラキラが欲しくてこれを買いました。電池がなくなったあれ、ピンポイントで深田な攻略のためにこれも入れたいと思います。え、今日チヌ釣り、親戚親戚になるかな。まあチヌ、まあ坊主よりはチヌでも釣れた方がね。ああ、何もいないよりはね。色も、ま、いいやん、これさっきの聖浜台とピンク一緒。まあピンクやけど、まあピンクやけど、とりあえず半分ずつやります。それは半分ですか。聖浜台も半分やからね。はい、1キロ半ぐらい入れます。これを混ぜたいと思います。よいしょ。当然練りまくるやん。当然練りまくるやん。そんなには狙んでもいいかなと思うんですけど、ちょっと水が足らんくね。全然入れてないです、まだそういうことね。よいしょ。はい、時間は経過しておりますけれども、はい、7時44分です。当たりがちょっとあったのかな、1回ぐらいあって、でまあね、上地はね、こうなんかちょっとこう滑ってるような感じなんだけど、全然潮流れておりません。流れてないんです。まあね、暑くはない。今日はね、なんかもう雨雲のような雲がかかってて、暑くはないんで、まあいいんですけど、周りもね、あのね、たまにポロッとアジが釣れてるかなっていうぐらい、20か25ぐらいのアジがね、それだけで、ほんと、あれっていうぐらい、潮が流れない。まず潮はない。もう34メーター。今日もね、大体まあ似たようなところに止めてますけど、全然潮流れてないです。はい、ということで、とりあえず朝ごはん食べましょう。まあ朝ですからね。今日の朝ごはんは、こちらでございます。おにぎりです。あの、たまに使ってるあの、すき焼きのふりかけっていうのかな。あれをね、ただかけて軽く混ぜて、そのまま握ったっていうか丸めただけです。まあ、これを食べて
寝ようか。寝ようか。寝ようか。魚豚の反応はね、たまにチラッホラッと出るんだけどね、多分アジだよね。わーってなんかまとめてくるからね。はい、まあそんな感じで朝ごはんをいただきたいと思います。30m ぐらい、アジアな、これアジアはブルブルブルってしよう。ガラアジ、ガラアジア、あの、このガラアジア、金ピカガラアジ、相当低そうなんで、これアジアって相当だよ。なんかあるらしい。違ったな、メッキかヒラや。え、ヒラ、ヒラ、ああ、うわ、こいつもやつがおるんや、中に。マサイの絵。そうそうそう。しかも、超でっけんやけど。マサイの絵うまいんですか。後ろに。超でっけえよ。で、モザイクかけて。しかも、2匹ぐらいおるやねん、これ。うわ、超でっけえ。はい、釣れました。ヒラジでございます。やべ、これ口の中やつがいますよ、やつが、やつが。はい、おずちょな、こんちゃー。うわー、おずちょんでけー。芋虫レベルでこれ。うわー、いますわー。まあ、まあ、害中害はないからあれだけど、気持ち悪いです。まあ、とりあえず持って帰りましょうか。お前塩焼きしたら美味しかったからね。以上でございます。はい、どうも。もうお昼を、急にですがもうお昼を回りました。何事もございません。何事もございません。はあ、はい、13時26分。いや、もう朝ね、潮が動かなかったんで、7時半ぐらいにね、一回船がね、こうぶつかる、こう、どんどんぶつかって、こう、擦れてた時間があったんだけど、その前船長に出ましたけど、結局、船長ずっと来なくて、もういいや、っていうことで、9時半ぐらいかな、もう、ちょっと場所移動をちょっとしようと。場所移動が一回できるから、場所移動しようと電話したら、船長が電話に出ず、それから雨が降り、そしてさっき船長が来て、雨ですかと、ちょっと沖に出しますと来たのが1時過ぎですで、今ね、ちょっと沖っていうのかな、ちょっと場所移動は確かにしたら300メートルぐらいかな、はい、こんな感じで、この船とこの船の向こう側にいたからね、まあ3、400メートルぐらいはちょっと沖寄りっていうかな、まあこのでっかい船の並びぐらいには来たかなって感じです。10時ぐらいの時に来てほしかったな。その時ちょっとね、潮が動いててね、今隣の船の
方の人がね、まあ、第2枚釣ってるんですよね。2枚か、まあ、何枚かわからない。2枚は釣ったのは見た。で、その調子は動いてない時なんだよね。ちょっとだけね、ちょっとこっちか。芝の方に行く潮でちょっと動いてた時、時間があった。もうでも1時間も動かないかなっていううちにも止まっちゃったんで、でももう今日あとずっと止まりっぱなし、うん、だから水深ね35メートルが今木桜の B フラッツかの P の03で、水深35メートルまで入るって感じです。もしかして流されてるんじゃないのって思うけど、寝がかりしたんで 100% 入ってます。今日はもう厳しいでしょう。もうあと1時間半しかないからね。はい、頑張ってみましょう。釣れないだろうけど頑張ってみましょう。魚探はねいませんね、まあ、5メートル付近にちらほら何か餌かもしれない。餌もこれでも拾っちゃうんで餌かもしれないけど、なんかね出てます。はい、まあちょっと頑張りましょう。もうだるいっす。嫌です、嫌です。はい、ちょうど午後3時、ちょっと分かりづらいけど、船長が迎えに来ました。はい、ということで、まだね、はい、まあ、こうやって竿を出していますので、今から納棺したいと思います。疲れました。お疲れ様でした。顔がめちゃくちゃ暗くなっちゃう。眠たいです。そう、ね、まあ眠たいのはあるけど、なんだろうな、脱力感っていうか。まあ途中で雨降ったのは聞いたんかもしれんな。お腹痛い。でフェリー乗り場。フェリー乗り場。とりあえず。何をするかわからないけど、フェリーの。とりあえずなんか冷たい炭酸を飲みたいから。冷たい炭酸を持ってない。飲んだ。飲んだ。もう最初に。はい、とりあえずフェリー乗りだよ。今から釣りをするかどうかわからんけど、とりあえず行こう。下手すら寝るやろうけど。冷たい中にね、エアコンがガンガン効いた中だったら寝るだろう。はい、以上です。お疲れ様でございました。後ろの歯車で、この歯車でこってりつけ麺の2玉を食べてお腹いっぱいです。そしてあのバリスープも飲みました。美味しいです。美味しいです。はい、ということで今日の調査は丸坊主でございます。これは平アジが1匹だけです。なんかね、外側の船だけなんかあの一隻だけめちゃくちゃ釣れてたんだけど、2人すらありませんでした。さっぱりでございました。一番俺らの内側っていうか、陸よ、陸の内側全然ダメ。話題は絶滅したと思う。はい、まあそんな感じでまた来週動画行きましょう。じゃあお疲れ様でした。じゃあね、じゃあね。